はい、ファイナルファンタジー9実況プレイのパート11です。リンドブルムの街を探索していきまーす。というか、いろいろね、装備とか、買ったり、合成でいろんなね、装備を作ったりしました。これがね、今後の冒険を、きっと有利に働かせてくれることでしょう。で、まあ、引き続きね、この街を、歩いていきます。だね、リンドブルム広いとこだからね、いくらかちょっとアイテム逃しちゃったりもするかもしれない。これ何の実だろう？甘いいい匂いがするよ。少し買ってみよう。なんかプスプスってなっちゃうまで。入れてみましょう。リンドブルムの店って珍しいものばっかりだ。食べるものかな？おじいちゃんがよく作ってくれたごま虫まんじゅうに似てるや。アイテムショップアリス、狩猟祭セールは今日が最終日よ。わあ、お祭りだって。すみません、これくださいな。あら、あなたモーグリの友達がいるのね。え、なんで？このクポの実はね、モーグリの大好物なのよ。そうなんだ。あら、知らなかったの？じゃあ最後の一つだし、可愛いあなたにサービスしちゃう。ありがとう。ところで狩猟祭って？町の中に動物を放してね。へえ、動物の守りなんだ。楽しそうだね、ありがとう。あら、行っちゃったわ。動物といえば動物なんだけど。待てよ。俺、あれ、あの時エスカッション買ったけど買わなくてよかったかな。なんかどっかにあった気する。エスカッションって合成使ったっけかな？エスカッションは使わねえっぽいな。メモに入ってないから。でもね、デザートブーツ6つ作ったけど、多分ね、今後のあるミニゲームで多分手に入るんですよね。やっぱりあった。で、一応劇場街の方に、タンタラスダのね、アジトがあるわけなんですけども、とりあえず交渉区に向かいます。まあ、アイテム回収です。川のリスト。この辺だっけな。あるはずだ。どっかにあるはずだ。どっかにあるはずだ。
いいね、気力上昇。このね、素早さ、力、魔力、気力、これが上昇しているものの方が、レベル上がった時にね、ボーナスがつくんですよね。でも一回これ全部外しちゃいますけど、例えば、頭だったら、このとんがり帽子つけてれば、力に1、ボーナスがつくんで、まあこれはね、絶対ですよね。で、これもガラスの腕輪つけたいところで水半減もついてるしね。なんですけど、こっち革のエースにしとくと気力が1ボーナスつくんで、こっちの方がいいと。で、これも、うん、これ、ブロンズの胸が気力1上昇するんで、これがいい。あとは、うん、いろんな能力上昇するんで、一番いいのはガラスのバックルっぽいな。スカーフも攻撃力上がっていいんだけど、いで。気力も結構ね、トランスゲージの溜まりやすさだったり、ATB ゲージの溜まりやすさだったり、いろいろ要素があるんで、こっちにしようかな。うん。ボーナス優先で。で、ミミックのカードと、こんがり帽子。こんがり帽子増えたかな。で、ミミックのカード。攻撃力1、魔法属性だから結構、あれね。でも、あれなんだ、矢印少ねえな。とりあえず、工場通り、こっちの方は、探索 OK ですね。では、劇場外へ。蒸気機関。なんとか城には戻れたが、姫様の部屋はどこにあるのだ。町も城も全く大きすぎる。すまんが、ここがどこなのか教えてもらえぬか。なんじゃい迷ったのか。兵士のくせに情けないの。迷いはこのじいさんが特別にお前さんに教えてるわい。ここは城と飛空艇団ドックをつないどる橋の上じゃ。おれ、目の前に見える大きなやつがそのドックじゃ。これ全部かよ。あの巨大な飛空艇は、よくぞ気づく気がついたの。あの赤い棒での飛空艇こそヒルダガルデ2号機じゃ。太后様が開発された蒸気機関で、霧がないところも飛べる新型じゃぞ。本当に霧の力なくして飛空艇を飛ばせるのか。なーに言っとるんじゃ、これからは蒸気じゃよ。霧と違って蒸気は水、人体に全く危険はないんじゃ。ははは、インドブルームの未来は明るいの。なるほどね。まあでもこの国はやっぱその霧とうまく連携していくというかね、協力し合えるような体制を一応作ってるっぽいですね。パートにしよう。で、ここがアジトなんだけど、ちょっとスルーして。流します。
あれ、ロエルだな。このイベントを見てから、さっき一瞬入ったアトリエの方に向かいます。で、これ、原石。原石必要なんだよね、いっぱい。いくらでも必要。モーグルの着ぐるみゲット。まあ意味ないんだけどね。収集アイテムとして。さて、そしたら、アジトに入りましょう。戻ってきてるわけないか。あいつらがいないと静かすぎるぜ。なんか頭の中がモヤモヤする。もうそんな時間か。今どうしてるかな、タガ。何ができるのか。マイク設定間違った。金のね、劇場界で舞台が終わったのね。何かご用でございますか。少し街へ出てみようかと。恐れながらガーネット姫様、太后殿下のご命令です。それはなりませぬ。狩猟祭を間近に控え、城下町には各地から大勢の人が詰めかけております。この混乱に乗じて悪行を働く者も少なくありません。それに、姫様がこの国にいることを知られされているのはわずかな者たちだけ。ガーネット姫様の安全のためです。しばらくの間、行動を控えください。仕方ありません。わかりました。違う。これじゃダメ。何の解決にもなっていない。守ってもらうためにリンドブルムに来たわけじゃない。私はお母様を助けたいだけなのに。やっぱりいたよ。いたいた。帰ってきてるなら報告しなよ。俺たちだってタンタラスなんだぞ。え？そうよ。おじちゃんが言ってたのよ。お宝を見つけてきたら、お前たちもタンタラスに入れてやるぜ、ガハハって。ほら、これだよ。トリックスパローの羽か。立派なお宝だよ、こりゃ。やった。イエーイ。作戦はうまくいったの？ああ、なんとかな。ガーネット姫は城にいるよ。さすがタンタラス。もう姫様に決め台詞使ったの？そうそう、俺とデートしないかってね。いや、なんか忙しそうだし、ほら、俺とじゃ釣り合わないだろ？そんなことないわ。きっと寂しくしてるわよ。うん、きっとそうだ。会いに行ってみれば？頑張ってね。応援してるよ。シェドと話せたかどうかも気になるし、やっぱり会いに行ってみるか。じゃあ、お城に向かいましょう。お銭はみんないただいて。エーテル売りまくって1万使ったのに、もう3000しか持ってないけど。OK。お、バクーと仲間たち。ふぅ、生き返ったずら。魔の森が石化した時はどうなるかと思ったけど、抜け道ってあるもんずらね。チタンさんたちに地図を持っていく前に、森を抜ける川に気づいた兄貴のおかげっす。ボス、次はどうするっすか？あのままじゃ兄貴な。そうだな。まず、川べりにいる奴らにそこの泉の店を望ませて、体力を回復させるか。シュナ、案内してやってくれ。それでブランクのやつだが、魔の森はあのままで石になってる方がいいだろうからな。マジっすか。勘違いするんじゃねえぞ。仲間を助けるためなら、自分たちがどうなろうと他がどうなろうと知ったことじゃねえ。じゃあ。だが、あいつは魔の森を復活させてまで、助けられるなんてことは望まねえだろう。の通りっす。探すしかねえ。
あいつの石化だけを解く方法はきっとある。今からでも十分間に合うぜ。俺たちは今できることをやっていく。わかったっす。シュナ、そこで何してんだ。この泉だとうまいコーヒーを作れそうすら。今準備してるところすら。ボスの命令をすぐに実行できんやつは何をされるか知っての上でか。あれだけは勘弁すら。今みんな連れてくるすら。さて、ではリンドブレムショーへ。どうしたんだ、スタイナ。また貴様の仕業だな。姫様はどこにいるんだ。おい、落ち着けって。俺だって今来たばかりなんだ。姫様が見当たらないのか。この部屋にいるようお願いしたのに。どこかそこら辺に散歩にでも行ったんじゃないのか。何をのんきなことを。姫様はリンドブルに来るまで何度も危険な目に遭われているのだぞ。万が一姫様が一人の時に何かあったらどうするつもりなのだ。貴様とは話にならん。自分は姫様を探しに行く。出られねえんだから、城の中どこにいるように決まってんだろう。ダガーのやつ、どこへ行っちまったんだ。この歌、どこかで聞いたことがある。ダガーなのか。上の方から聞こえてくる。こっから先、一般人は太后殿下の許可なくちゃダメだ。参ったな。こいつを何とかしなきゃ上に行けないぞ。俺も兵士の格好をしてりゃ、あっさり通してくれるだろうな。どれどれ？おい、大変だ。起きてくれ。なんだ。上に怪しい奴がうろついてるんだ。何？どこだ？どこにいる？こっちだ。ついてくれ。時間回らない今日。そっちじゃない。この部屋だ。どこだ、貴様の。何をする？ちょろいもんだぜ。この格好なら怪しまれずにリフトに乗れるな。ではでは。こっちね。
綺麗な歌だな。どうやってここまで来たの？こんなことなら朝飯前さ。そうね。城に忍び込むくらい、事態には簡単よね。あれ？高いな。街があんなに小さく見えるぜ。お、望遠鏡があるじゃないか。覗いてみようぜ、タカ。さあ、こっちだ。どれどれ？お、いかにも何か住んでそうな沼だな。今度近く行ったら寄ってみるか。と、あんなところにチョコボがいるぞ。あの森にははぐれチョコボがいるのか。南ゲートのそばから流れてる川だ。川沿いに歩いていけば南ゲートか。で、ブルメシアはあの山に囲まれてるんだ。元の洞窟を抜ければブルメシアか。お、南ゲートが見えるぜ。もう修理始めたのかな。派手にやっちまったから少し時間がかかりそうだな。あの山の向こうがアレクサンドリアか。きっと俺たちのこと探してるぜ。ねえ、私にも見せて。どうだい？よく見えるだろう。私、みんなに迷惑をかけてる。指導者様はすべて知っていた。アンタラスの人たちに誘拐をいらしたのもおじ様。私がいくら頑張っても、みんなはいつも一歩先にいるのね。いつも。どうかしたのか？だが。ねえ、ジダン。私をリンドブルムまで連れてきてくれたのは、アンタラス団のボスに、そう命令されたからなの。俺は違うさ、だが。君を助けたい。そう思ったからさ。誰かに頼まれたわけじゃない。ボスの考えとは違ったから。アンタラス団は抜けてきたんだ。え、ごめん、知らなかった。なあに、気にしなくたっていいさ。俺が初めてってわけじゃないから。ジタ、ん？なんか言ったか？でも、どうやって私を誘拐するつもりだったの？スリプル層で眠らせて誘拐するつもりだったんだ。子供用の薬草なんだけどさ、大人でも大盛り飲めばおねんでさ。でも、私の方から来たから、その薬も必要なくなっちゃったのね。よかったらその薬草、少し私に分けてもらえないかしら。ここ数日、よく眠れないの。薬なんかに頼らない方がいいぜ。なんなら俺が添いにしてやろうか。あら、私はそんなに子供じゃないわ。いや、だから言ってるんだけどさ。ふふふ。なんでもない。それよりさ、さっきの歌、ダリ村でも歌ってたろ？ええ。あの時、起きてたのね。いい歌だよな。何の歌なんだ？いつどこで覚えた歌なのか、わからないの。どういう歌なのかも。でも昔から悲しくなった時は、この歌を歌うとなんだか暖かくなって。私は一人じゃないんだ。だから頑張ろうって気持ちになれるの。不思議な歌なんだな。もう一度聞かせてくれよ。見事な甲冑だ。しかも自分のサイズである。そう、それね。それも買っとこうかな。ブラネがいつ攻め込んできてもいいように、今から準備しておかないとね。ブラネ様は戦争など起こさん。貴様に何がわかるというのだ。ブラネ様に限ってそんなことはない。そういうあんたは誰なのさ。通りすがりの鎧マニアである。そう。じゃあさ、あんた。私に似合いそうな鎧知らない？失礼です。言っちゃった。行け、プルトタイ。なんだよ、そのフィギュア見たことも聞いたこともないぞ。そんなダセなどこで拾ったんだよ。へへ、そんなヘンテコの奴ら、チドの飛空艇団でやっつけてやるよ。え？飛空艇なんてずるいよ。ポンチョなんかとはもう遊ばないもん。待てよ。
王族フィギュア？あの黒魔導士たちもこの人形みたいだった。大気がざわめいておる。何かが始まるというのか。ブラッドレイ様も感じ取られるはず。こんな時にあなたはどこにおるのじゃ。私にはあなたが必要だというのに。うん、今度こそ間違いないぶり。ダメだったばい太鼓さん。そんなはずはないぶり。あげなもんじゃ10分も飛ばんですよ。ブリムシの姿になってから頭もブリムシ級になったようだぶり。なあだが、クーテナクルージングいつにする？え、何のこと？あれ、あ、そうだ、それは酒場の子に。私には関係のないことのようですね。ちょっと待った。あら、私は全然気にしていませんわ。楽しんでいらっしゃればよろしいんじゃないですか。ああ。よし。じゃあ、狩猟祭で俺が優勝したらデートしよう。そんなこと私と何の関係もないじゃない。な、いいだろ？ええ。よっしゃ。約束だぞ、だが。ありがとう。いくら伝統行事だからって少し荒っぽすぎやしないか？特にあのでかいやつには何人もやられてるんだぞ。いやいや、そこが良いのです。これぞ男の祭り、血が騒ぎますな。商業区はこの場所で最後です。これで狩猟船の準備すべて整いました。じゃあ、あとは上の準備を、合図を待つんだ。わかっております。げっ！ああ。予定よりもだいぶ早くファングが放たれたようです。危ないわね。まだオルベルタ様から指示は来てないのに。上でもまなく獣を放すと思われますが。そうね。奴が出てくる前にムーを放しちゃいましょう。急いで。準備整いました。よし、そのまま待機。今年のやつは今までになく絶好調じゃ。誰にも倒せんじゃろ。元気じゃの。おい、やめさせろ。まだこいつを出すのも早い。知らんよ、やつは自由じゃ。わしの言うことなど聞かんて。くそ、すぐにも開けさせろ。城壁が崩れてしまうぞ。ゆっけいさくなるちゃん。でかい。時短遅いな。息抜きも必要であります。ええ。時短腕を開けたかの。ありより、ちょっと準備してさ。では、それたところで、狩猟祭のルールをご説明しましょう。リンドブルム狩猟祭、城下町で反対になろう。獲物は街中に溢れるモンスター。獲物は大きければ大きいほど高得点だ。狩猟ポイントを競ってレッツハンティング。タイムリミットは12分。その間、エアキャブでの移動は自由。バトルに負けたらリタイアです。優勝者には望みの品とハンターの称号を与えられます。マスターハンター目指して頑張ろう。望みの品はもう決まりですか？あ、俺やっぱギルだぜ。私はアクセサリーにしようかな。ビビ選手は何にしますか？え、僕も出るの？お前ならいい席と思って、俺がエントリーしといてやったんだ。車砲があればどうってないってな。でも相変わらず勝手じゃな。そうだ、お前がもし優勝したらダーカーとデートさせてやる。 お姫様とデート？しっ、声がでかいって。ん、なんだ今、姫様がどうとか聞こえたぞ。まだ何かよからぬことを。なんでもないってな。そうだろビビ。うん、どうなされますか？じゃあ僕はカードを。わかりました。ギル、アクセサリーにカードですね。そろそろお時間です。ジタン選手は劇場外、フライヤー選手は工場区、ビビ選手は商業区へ向かってください。はい。というわけで狩猟祭が始まります。まあ、ジタンかフライかビビか、まあいろんな条件でね、優勝者が決まるわけなんですけれども、
どれもね、結構いいアイテムで、フライヤーに関してサンゴの指輪っていう合成でしか手に入らないような、アクセサリーだったりするんで、まあ、それも欲しいんですけど、まあ、そのね、ハンターの称号とやらも欲しいところなんで、今回はね、その辺関係なく優勝していこうかなと思います。なので、実際やっていくのはまた次回ですね。はい。では、ファイナルファンタジー9実況プレイのパート11、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、まで見ていければな。